ボートレース宮島のジャパンネット銀行賞開催5日目の攻防はいよいよ最終12レースで最後の準優勝戦を迎えました対戦メンバーです1号艇山島咲2号艇民晶高原3号艇新田康明4号艇長谷川満5号艇南裕介6号艇大つやす以上6選手の対戦動きはなく枠なりで固まってホーム側へ移ってきます インコースは人気の中心1号艇山島先近況の高リズムは今節も続いております勝てば明日のファイナル絶好枠が手に入る一戦2コースが2号艇民所高原ここに来て出足は良下で上積みに成功これは実に頼もしいところ2コース戦3コース3号艇地元に田安春前半白星追加して弾みはつけました角一が4コース4号艇長谷川満 5, コース5号艇は南雄介サイアウトで6号艇が小津泰史3対3です第12レース準優勝戦進入はインコースから1番、2番、3番4番、5番、6番ですスタートしました。 わずかながらインコース、3コースあたりコース,スタートあまり差はなく一周の1マークへと向かいますまずは逃げる1号艇山路に3号艇の新田の付け前内をついていく2号艇4号艇でありますがバックがい抜けてまくった3号艇ニ新田が優勢一定身内から立て直してくる1号艇山路突破ラストに並んできたスタートは正常でした3番手には4号艇長谷川が続いて一周の2マーク内から並んだ1号艇山路に3号手付け前は新田ここは止められて ホーム側に戻ってきたところトップに立ったのは3停止に抜けて1号で山地、2番手は3号ニッ田そして3番手には2マークでさばいて5号艇の南が上がっています13号。レースは2周目に移っていまして1マークトップ1号で山地続いて外前三3号艇の 新田3番手争い5号艇南に2号艇合わせていきましたがかわされて流れていったバック側へ入りまして3番手は5号艇の南がリードそして今度は内から4号艇長谷川が再びやってくる3番手争いは接戦上位2艇は抜け出して1番3番山地と新田がこれから2周にマーク左右打ちを伝って4号艇長谷川先に回る5号艇南は差し返すホーム側に戻っての3番手争いは2艇並んでいまして内に5号艇の南雄介外には4号艇長谷川充。 その後ろは水が空いていましてこれから最終周回1マークトップはインセン持たして1号艇は山路2番手3号艇ッタ3番手切り返しの4号艇長谷川に若干大回りとなって包みに行く5号艇南でありますが前に出たのは5号艇南リード34停止上位と行け1番3番5番です。 1>, 1番、3番、5番このままですと3連単は17.2倍1番、3番2連単で3.8倍を示してラストターンマークトップで1号艇山路2番手、3号艇新田3番手は5号艇の南がさばいて上位体系1番、3番、5番第12レース先頭1番、ゴールイン3番、ゴールイン5番、4番、ゴールイン2番、ゴールインラスト6番がゴールイン